北ちゃんに土下座までしてお願いしたら DT 卒業させてくれそう。どうもこんにちは、のどきです。本日は6月7日ということで、ボッツ・ザ・ロック総集編前編上映開始の日です。待ってた待ってた。今日はですね、ボッツ・ザ・ロックの映画をね、見に行こうと思うんですけども、まあ、ボッツ・ザ・ロック、まあ、ざっくり見たことない人かというと、バンドアニメです。はい、バンドアニメです。はい、逆に知らない人の方が珍しいんじゃないかと思うぐらい結構有名なアニメなので、はい、まあまあ結構ね、作品自体はね、みんな知ってるとは思うんですけども、まあそれはあのね、まあ総集編ということで、多分全13話、12話が13話だったので、まあ6話分の総集編が前編今日から公開ということで、8月にまた後編が、あるということで、まあ、そちらもね、楽しみなんですけども、今回はね、まあ前編の方見に行ってですね、見た直前の感想を言った後、まあざっくりね、言ったって帰ってきて、まあどうだったのかっていうのを詳しくね、語れたらいいなと思っております。おそらく当時は、なんか2期が来るんじゃないかみたいな、もうかなり人気だったんで、もうすぐ2期が来るんじゃないかなって思ってたら、映画で一旦なんか、総集編やるみたいな感じだったんで、まあどうなのかなと。まあただただ総集編だと、見に行かない人もいると思うんですよ。僕からしたらですね、あの、ボッツ・ザ・ロックって言ったらもう曲じゃないですか。もう僕カラオケ行ったらボッツ・ザ・ロックの曲絶対歌うぐらいの勢いで好きなんですよ。なんでその曲を映画館で聴けるっていう、それだけでもめちゃくちゃ僕はですね、もう行く価値があるとは思ってるんですけども、これぐらいじゃね、ちょっとね、価値が足りないよ。っていうね、人もいると思いますので、僕がね、代わりに行ってきて、感想だったり伝えてね、少しでもね、行こうかなとかね、思わせたらいいなと思っております。ということで早速、行きたいと思います。行こうね、一緒に、二のターン。今回ですね、ユナイテッドシネマの方に来たんですけども、初めてで来たということで、会員登録するとなんと今ボッツ・ザ・ロックのカードもらえたということで、いや今日ついてるね。いや、しかも100円いつもより安く見れるということで、これはありがたいということで、ね、早速もう始まるということで行ってきたいと思います。まあ総集編なんでね、まあまあ、どんなもんないねんだ。はい、今見てきました。率直なこと言っていい？めちゃくちゃ良かった。何も言えない。いや、てか最初やっぱ総集編だからどうかなってこともあったけど、よかった。めちゃくちゃいい。いやマジで、もうさ、俺あんまり買わないんだけど、見てパンフレット買っちゃったよ俺。あれちかちか。詳しくね、いろいろ言いたいこともあるんですけど、まとめてはね、ちょっと家に帰ってから言いたいと思います。あの、とりあえずもう1回目の率直な感想は、行ってよかった、行ってよかった、行ってよかった。いろいろ思ったことあるんで、それはね、帰りながらまとめて、ネタバレありとかになっちゃうかもしれないですけど、言っていきたいと思います。ではちょっと、気をつけて帰りたいと思います。いやー、マジこれは、劇場で見ないと損だわ。はい、ということで、ちょっとですね、あれから後日、ちょっと経って、時間がね、経ってしまったんですけどもね、買ってきたものを、開封していこうかなと思います。でまずはですね、まずはこちら入場特典の方ですね。こちらがですね、短編集みたいなやつですね。まあ、ランダムの色紙ですね。はい、ということで色紙ちょっと開けていきましょうか。もう色紙はね、まあ、どれが当たる、誰が当たるのか、一番当たってほしいのは僕はね、ニジカちゃん推しなので、ちょっとニジカちゃん狙いで、はい、来たらなと思います。ちょっとお願いしますよ。まあでもね、美女はね、マジみんないい、今回の色紙正直。じゃあいきますか。ほい、にじかちゃん入れよう。にじかちゃん、にじかちゃん、ちょやば、めちゃくちゃに可愛い。見てこれ、ええ、にじかちゃん俺のこと好きなんかしかもなんかちょっと、ちょっとなんか大人っぽい感じもある、このにじかちゃんの色紙。わ、幸せですね。ちょっとニノのサインのね、近くにちょっと置いときますか。ちょっとやば、やばすぎ。ではもう一つがですね、こちらですね、買いました、パンフレットですね。僕あんまりですね、映画とか行ってもパンフレット買うことないんですけども、まずこのビジュカル良くない？これ、いやもうパンフレットこのビジュカルが俺好きなんですよ。もうこれだけで買いたい欲が増してしまって、あの、気づいたら映画が終わったらね、並んでた。うん、並んでました。ちょっとじゃあもう、あれ開けていきますか。うふふい、良き。ちょっとね、中身は見せれないんで、ちょっと僕のね、顔の表情でね、まあ、どんなものなのか、
どんなもんなんだいみたいなのね、見ていただけたと思います。じゃあちょっと軽く見ていきましょうか。いいこれ、やばー、いろんなイラストレーターさんが描いてるみたいな感じ、これ。まさか。めちゃくちゃええな、これ。ないやろこれ。まだ公開して多分1週間ぐらいとかしか経ってないと思うので、ぜひ買ってください。あるんだったらめちゃいい、これは。いやこれ買わなきゃ損損よ。はい、ということでここから先はね、ちょっとまあネタバレありでね、ちょっと話していきたいと思いますので、まだ見てないよって方はね、一旦スクロールだったりねしてもろて、はい、まあ見たよって方はこのままね見ていただけたり、見に行かないかもしれないけど、まあちょっと内容気になるなって方は見ていただけたと思います。でもここはね見てほしいっていうポイントが僕的にですね、まあ2つありまして、まず1つが、映画が始まる前にあの注意あるじゃないですか。映画を撮影するのは犯罪ですみたいなのあるじゃないですか。あれがボザロバージョンになってて、ぼっちちゃんとニシカちゃんだったかなの二人のやりとりだったかな、あ、ニシカちゃんだ、キタちゃん、ニシカちゃんだったかな、やりとりがあってて、そのもんね、ボザロバージョンになってるから、もうそれ見てほしい。もっちちゃんのいい味出してるのよ、またそこがね。基本ね、みんな見てるとは思うんだけどね、席ついてると思うんだけど、もう始まって席についてる人とか、ちょっと時間過ぎてから入っている人って何人かいるじゃないですか、何人かね。だから、それはね、ちょっと余裕持ってね、先に入ってもろってね、その注意のとこもね、しっかりボザロバージョンになってるからね、見てほしいとね、今回思いました。もう一つのポイントがですね、まあ、今回の内容、まあ、ざっくり言うと、ほぼほぼ、まあ、1話から、まあ、ボサロのアニメのね、1話から8話の内容をやってたんだけど、新しいとこが入ってるかって言われると、まあ、そんなたくさんは入ってないのよ。まあ、そのオープニングだったりとか、エンディングだったりとか、途中のカットシーンとかはね、なんかうまい感じで繋がれてるって感じで、まあ、そんなに新しいカットシーンはね、正直なかったんだけど、このね、オープニングがめちゃくちゃ良くて、そう、見た人はね、わかると思うんだけど、このぼっちちゃんたちのこの4人の結束バンド4人が集まる前の姿を描きつつとか、きくり姉さんのバンド姿、ライブやってる映像とか流れたりして、もうね、ほんとそこのオープニングでしか得られないなんか成分というかね、そこのオープニングをね、とりあえずね、めちゃくちゃ集中して見てほしくて、ボザロの本編ではね、描かれてなかったね、とことかがね、たくさんあったりとか、うわ、これめっちゃいいシーンやんとか、こういう過去があったのねみたいな感じとか、こうやってぼっちちゃんが YouTube 投稿したのねみたいな感じみたいなのが、まあそのセリフとかついてないんだけど、映像がね流れるんだけど、それだけでも分かっちゃうような感じでね、めちゃくちゃいいので、そこはね見てほしいと思いました。まあ見てほしいね、その注目ポイントは2つだったんですけども、目的でね一番良かったなってシーンはですね、あのバンドの曲のとこがめちゃくちゃ良くて、正直総集編って今もサブスクとかたくさんあるからさ、今のスマホとかパソコンで見れるわけじゃないですか。でもそれを映画館でやるってことは、その映画館の良さをどうやって味わうかってなった時に、やっぱり音響とか大きなね、スクリーンだと思うんですよね。映画で見るということは。で、その音響がめちゃくちゃ良くて、なんで僕がこのあのバンドのとこが良かったかっていうと、ギターと孤独と青い星っていうやつを一個前にやって、で、その後にあのバンドやるんだけど、このシーンのめちゃくちゃいい作りっていうのが、一回このみんな緊張したりとかいろいろあって、ギターと孤独と青い星がめちゃくちゃバラバラなの、みんなの演奏がね。でそれってスマホとかパソコンとかね、ヘッドホンとかイヤホンとかで聞いたりしても、あ、なんかちょっとずれてたなみたいな、ずれてるなみたいな感じは分かったんだけど、映画館で見たらとんでもないの、もうね、もうめちゃくちゃずれてるし、一人一人のさ、まあ表情もそうなんだけど、リズム感とかもうバラバラだし、あるメンバーめちゃくちゃ早かったり、あのメンバーめちゃくちゃ遅かったりみたいな感じがマジで分かりやすくて、うわ、こんな分かりやすかったかなって見ててめちゃくちゃ思いまして、でその後のぼっちちゃんの覚醒して一人で弾いて、みんなが救われて一丸となってやる、あのバンドが神なのよ。ここのね、シーンっていうのがめちゃくちゃに俺的に良くて、もう刺さって、このシーン見るためだけに映画館来てもよかったなと思えるぐらいだったので、ぜひぜひ見に行かれる方とか、見に行った方はね、今共感できると思うんですけど、ぜひぜひあのバンドのね、とこの演奏シーン、ギターとこの青い星からのあのバンド、この流れのとこのシーンはね、めちゃくちゃ集中してね、見ていただけたらと思います。ということで、感想はまずざっくり言ったら、映画館で見たらこんな感じだったんだけど、まあ、後編がね、次10月、8月か10月かだったよね、
あると思うんだけど、めちゃくちゃ楽しみにしてて、正直ボザロって、まあ、12か13話ぐらいまでだと思うんだけど、ワンクールだから、なんだけど、この前半戦でもう8話やってるわけ、もう半分以上。ということはさ、残り王さん、もう残りをじゃあどうやるかっつったら、もしかしたら新しいカットシーンが入ってくるかもしれないし、もちろん多分新曲とかも入ってくると思うんだよ、今回みたいに。なと思うんだけど、それプラス、もう残り5話とかだから、本誌の中にさらに詳しくやるとこを増やしてくるのか、なんかわからないけど、僕が一番期待してるのがやっぱりもう2期とかじゃないですか、続き続編。そこがね、なんかどんな風に入ってくるのかっていうのを僕ね、後半はね、めちゃくちゃ楽しみにしてね、見たいとね、思います。やっぱ後半戦はね、学園祭文化祭でね、ごちちゃんたちがみんながね、生徒の前に披露するっていうね、もう最高のシーンが待ってますので、それはね、もう映画館のスクリーンで見れるだけでもね、もう見に行く価値は絶対にありますので、まあ見に行くんですけど、新しいシーンだったりとか、新着情報っていうのが、もしかしたらあるかもしれないから、もう後半もね、めちゃくちゃ期待してね、いいと思っておりますのでね。まあ皆さんも今のうちね、まだ前半戦見に行こうかなと思ったら見に行ってほしいですし、僕は見て全然損はないと思いますので、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。そしてね、見ていただけてね、次の後半戦に引き継いでもいいですし、今回ちょっとね、映画が無理かなと思った人はね、ぜひぜひサブスクとか今たくさんね、ボツザロケットめちゃくちゃ人気だからね、あるので、そちらで見てもろて後半戦に参加するとかでもいいですし、まだボッツザロック見てないって方をね、今回ね、総集編ですけど、もちろんそのボッツザロックっていうのを知らない人が見てても、普通にね、なんか内容として分かりやすい感じなので、ボッツザロック見たことない人もね、見てみてください。ボッツザロックをね、知らない人は、このね、機会をね、機にね、触れていただけたらと思います。ということで、こんな感じでね、今回のボッツザロック、見に行く Vlog 終わると思います。まあ、なんで、次はね、何の映画かな？なかなかね、よくね、視聴者さんにね、こんにちはね、映画のアニメは見ないんですかと言われるんですけど、気になってるやつはちょくちょく見に行っておりますので、これ見に行ってほしいよとか、このアニメ見てほしいよみたいなのがありましたら、ぜひね、コメント欄の方で教えていただけたらと思います。ということで、こんな感じで終わると思います。特典もね、毎週ごとに変わっていくと思いますのでね、何週もしに行かれる方は見に行ってもらって、グッズとかもね、たくさんね、売ってありましたのでね、グッズ目当てで、ね、行くのもね、映画館に行くのもいいのかなと思います。ということで、ぜひ皆さん、ボツゼロック見に行ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。アリーデビルチ、さようならだ。ありがとうございました。Thank you.